日本対クロアチア。2006年ドイツワールドカップで一番フリーキックがうまい選手は誰だと思いますか？この動画ではワールドカップ直前に発売されたウィーレテンのデータを参照して、2006年ドイツワールドカップのフリーキッカーランキングを作成しました。選手データのフリーキック精度とカーブの合計値を総合的なフリーキックの能力ということにしております。なお合計値が同じ場合はキック力がより高い選手を上位にしました。それではスタートです。ブラジル、ロジェリオセニ、サンパウロ。第10位セニ、フリーキック精度90、カーブ85、合計175ポイントです。なんとキーパーが10位にランクインです。フリーキックを蹴るゴールキーパーといえばチラベルトが有名ですが、実はこのセニの方が多くのフリーキックを決めています。チラベルトが17ゴールなのに対し、このセニは驚異の62ゴールも決めています。PK も含めると通算131ゴールでギネス世界記録に認定されたそうです。ワールドカップにはこの2006年ドイツワールドカップと2002年日韓ワールドカップに控えキーパーとして選出されました。ブラジル、ロベルト・カルロス、レアル・マドリード。第9位ロベルト・カルロス、フリーキック精度85、カーブ91、合計176ポイントです。ロベルト・カルロスのフリーキックといえば長い助走からの弾丸シュート、そしてアウトにかけて信じられないほど曲がるフリーキックも超有名です。凄まじいキック力と走力を誇り世界一有名な左サイドバックだったロベルト・カルロスもこの2006年ドイツワールドカップの時は30代になりベテラン、本大会を最後に代表を引退しました。代表通算125試合11ゴール、ワールドカップには3大会出場。そしてウィキペディアの情報によると、貧しい環境で育ったロベルト・カルロスは13歳までボールを蹴ったことがなかったそうです。驚きです。フランス、ティエリ・アンリ、アーセナル。ここでしょうね。第8位アンリ、フリーキック精度89、カーブ88、合計177ポイントです。テクニシャン揃いの黄金期のアーセナルの中で絶対的なフリーキッカーとしてたくさんのフリーキックを決めていたアンリ、柔らかいタッチのカーブで決めることもあれば鋭い弾道で決めることもあり、複数のフリーキックのパターンがあることも魅力でした。数年前にアンリは利き足ではない左足のフリーキックを披露し、現在世界最高峰のキック技術を誇るデブライネがそれを目の前で見て驚くという動画が話題になりました。ネダーランド、デスレイ・スナイデル、アヤックス。第7位スナイデル、フリーキック精度88、カーブ92、合計180ポイントです。ミドルシュート、ロングパス、そしてフリーキック、とにかくキックの技術がずば抜けた選手です。しかもそれを両足で同じ精度で蹴ります。この頃のオランダは前線から中盤にかけてスーパースターが揃っており、すごい選手層でしたが、まだ若手と言っても良い年齢だったスナイデルはこの頃すでに代表の常連。アヤックスと代表で素晴らしい実績を残したスナイデルはこのワールドカップの1年後にレアル・マドリードに移籍しました。セルビア・モンテネグロ、プレドラグ・ジョルジェビッチ、オリンピアコス。同率7位ジョルジェビッチ、フリーキック精度91、カーブ89、合計180ポイントです。申し訳ございません、この選手のこと存じ上げません。皆さんはこのジョルジェビッチご存知ですか？ギリシャの名門オリンピアコスに13年間在籍し、左利きの左ウイングのプレイヤーとして340試合出場し、通算150得点以上のすごい記録を残しているそうです。セルビア・モンテネグロ代表として挑んだこの2006年ドイツワールドカップでは主力として3試合フル出場しました。イタリー、アレッサンドロ・デルピエロ、ユベントス。
第6位デルピエロ、フリーキック精度90、カーブ91、合計181ポイントです。デルピエロのフリーキックは非常に鋭く曲がり、それをニアとファーにうまく蹴り分けるのが特徴で、さらにこの頃のベテランの年齢に差し掛かる頃には無回転のフリーキックも頻繁に蹴るようになりました。デルピエロのすごい弾道の無回転フリーキックが強烈に思い出に残ってる人多いのではないでしょうか。現在解説者としてメディアの前で話す機会が多いデルピエロですが、ネガティブなことを言わず穏やかな口調で良いプレーに対して褒めている印象があります。過去のいろんなインタビュー記事などを見ても非常に優しそうな人柄のイメージがあります。ジャパン俊介中村セルティック第5位中村俊輔、フリーキック精度90、カーブ92、合計182ポイントです。日本人にとって中村俊輔のフリーキックは誇りです。美しい軌道のフリーキックのゴールを何度見たことでしょうか。2002年日韓ワールドカップには直前でまさかの落選、そのため今大会10番を背負って攻撃の中心として活躍する姿を誰もが大きな期待をしましたが、残念ながら日本代表は本番でうまくかみ合わず1分け2敗でグループリーグ敗退。中村俊輔もらしいプレーがあまり見れなかった気がします。フリーキックゴール見たかったですね。ポルトガルルイス・フィーゴインテル、試合続行です。第4位フィーゴ、フリーキック精度90、カーブ92、合計182ポイントです。世界最高峰のドリブラーとして知られるフィーゴですが、フリーキックも超一流。レアルマドリード時代は銀河系と呼ばれるスーパースター揃いの中でもフリーキックを任されることが多く、フリーキックで何度もゴールネットを揺らしていました。そんなフィーゴもベテランとなり、今大会ではチーム最年長としてポルトガル代表を牽引。全試合に出場しチャンスを演出、ポルトガル代表をベスト4まで導きました。いよいよトップ3の発表ですが、その前に11位から30位の選手を一気にご紹介します。11位トッテ、イタリア。12位ファンデルファールト、オランダ。13位リケルメ、アルゼンチン。14位ハカンヤキン、スイス。15位ランパード、イングランド。16位ジダン、フランス。17位スルナ、クロアチア。18位ブロッソ、イタリア。19位シュナイダー、ドイツ。20位リチョンス、韓国。21位アドリアーノ、ブラジル。22位スベンソン、スウェーデン。同率22位アンブロンクホルスト、オランダ。23位シェルストレーム、スウェーデン。24位デコ、ポルトガル。25位ヤンクロフスキ、チェコ。26位ゼ・ロベルト、ブラジル。27位ドナウジーニョ、ブラジル。同率27位バラバン、クロアチア。28位アーグリーブス、イングランド。29位オノシンジ、日本。30位フリオクルス、アルゼンチン。それではトップ3の発表です。まだあの選手とあの選手とあの選手が出てないですね。予想が的中する人結構いるかもしれません。イタリーアンドレア・ピルロ、AC ミラン。第3位ピルロ、フリーキック精度96、カーブ95、合計191ポイントです。4位から一気に9ポイントも上がりました。ピルロは試合前のウォーミングアップのような力まない軽い蹴り方でフリーキックを蹴ります。デルピエロと同様にカーブと無回転と両方使うのですが、無回転を蹴った際にはまるでバレーボールを蹴っているような一般人には道の軌道で飛んでいきます。
皆さんご存知の通り、この2006年ドイツワールドカップはイタリアが優勝。ピルロはワールドカップ初出場ながら主力として優勝に貢献しました。ピルロのつける21番に憧れた人も多いのではないでしょうか。イングランド、デイビッド・ベッカム、レアル・マドリード。第2位、ベッカム。フリーキック精度94、カーブ98、合計192ポイントです。2000年前後から中頃にかけてフリーキックの代名詞的な存在だったベッカム。その鋭くて美しいカーブに加え、キックフォームも独特。蹴る瞬間に寝かせるように倒す軸足と大きく振りかぶる腕、子供から大人まであの蹴り方を真似しまくったと思います。今大会でも決勝トーナメント1回戦エクアドル戦できっちりフリーキックを決めています。ということで第2位はベッカムでした。そうなると1位はあの選手しかいませんね。ブラジル、ジュニーニョ・ペルナンブカーノ、リオン。第1位、ジュニーニョ・ペルナンブカーノ。フリーキック精度99、カーブ94、合計193ポイントです。出ました、フリーキック精度がマックスの99です。現役中に決めたフリーキックの数はなんと77ゴール歴代のサッカー選手の中でも一番だそうです。近い距離からのフリーキックはもちろん、時には40メートルの超ロングフリーキックまで決めます。無回転キックの名手であり、ピルロはジュニーノのキックを参考にしていたとのことです。個人的には年に数回は必ずジュニーノのフリーキック集の動画を見ちゃいます。テンション上がります。いかがでしたでしょうか。今回の動画は1位の予想が当たった人多いのではないでしょうか。1位だけでなく、1位から3位まで予想通りだったという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。次回は2006年ドイツワールドカップの決定力ランキング、あるいはキック力ランキングの動画を投稿予定です。ご視聴ありがとうございました。